はい、こんにちは、勝又博物館です。今日はウームゴルフのコンペプロアマ大会リクナビネクストカップというものに出場させていただきまして、団体戦でね、まだ表彰式やってないですけども、プロが、女子プロが41名参加ということで、41名の方にサインをもらえるかどうかちょっとやってみたいと思います。ちょっとなんかあそこにパターを練習してる人がいますね。中井プロ中井プロですなんで一人で練習してるんですか？うまくなりたいから動画回してて使っていいですか？あれ、優しいですね、本当に下行こうかなはい、ということで今下に降りてきました本当に一人で練習してるから今びっくりしちゃいました俺本当にいやもう練習したくてしょうがなかった今日はもうね、あの撮影で、そうですね、もうほぼほぼ朝の7時から。いやもうもっと前より入ってますよね。入ってます。入ったのは今日4時起きで、いやー4時起きで、4時50分でで、ね、ゴルフ場着いて、でもう7時ぐらいから撮影回し始めて、そう、それでやっと4時過ぎに終わりましたまだこれからこの後、そうですよね、まあ、みんな終わりましたねっていう締めのあの撮影が待ってますね。その間ちょっと練習を、練習、まあ、あと明日と明後日、あの、そうだ、そう、選手見て、はい、あのプレーの解説したりするんで、おあのグリーン あの癖とかそういったものをちょっと把握しておきたいなっていうのもあって、はい、すごいやっぱり意識がプロですね。いやプロ意識、そんな中井プロにちょっとサインを一人目ということで女子プロにもらうつもりが一人目ということで、中井学校とかいや、あの普通いつものでお願いします。いつものでいつものでお願いします。今年から、はい、なんか日本語表記というか漢字に戻そうかなと思って、まあ誰が読んでも分かる、ただどこにしよう、表面でいいですか。カップの、はい、カップの言うのなんか、めっちゃ風強いだからなんか申し訳ない。いや、でも、いや、本当ね、今日大変だったでしょ。いや、もう、もう緊張でもう。いや、もうね、タイが素晴らしい。もうサービス精神旺盛すぎて。もう、じゃないと、YouTuber じゃないと。いやいや、やっと。もうね、途中から切なくなってきた。もう、タイガーって煽ってる僕が。いや、全然、それぐらい言ってもらわないと。いいのかな？いや、全然いいですよ。もう、そのつもりでやってましたから。その、カズマタイガー今日爆発してる。もう、ありがとうございます。いや、僕、こちらこそありがとうございます。楽しかったです。いるのが楽しい。楽しんでいただければ幸いです、僕も。そしてね、こんな最後、バシッとね。いや、もう、やっぱり、ちょっと決めないと。すごい。決めないと。いや、素晴らしい。じゃあ、いやいやいや、どこでも大丈夫ですまあ、あの、そうっすね、受け止めて、はい、もうね、僕ほんと YouTuber の皆さんもう感動してるんですよ。もう、え、何がですか？やっぱり続けることの大変さってあるじゃないですか。あ、でもそうなんですよ。僕も3年半ぐらいもう毎日更新を全部やってて、でしょ？だからそれを知ってるから余計に、はい、いや、すごいなと思って。やっぱり継続は力なりっていうことを証明しないと。まあそうだけど、はい、そんなのね、みんな言うことはやすしだけど、行うことはなかなか難しいな。僕だってインフルエンザにも最近なりましたし、やっぱそれこそ、あの、ね、親亡くなったりとかもありましたけど、もうあの、やっぱでも毎日あげないと、見てる人関係ないですし。それはそう。もうツイッターフォローしててもね、よく。ここまで、ありがとうございます。見ていただいてありがとうございます。見てます本当に。いや、だから本当僕、YouTuber の皆さんの尊敬というか、僕らもちゃんとそこはね、プロとしてしっかり見てなっていう。でも僕らが普通に練習したりするのと同じじゃないですか。そうですね。毎日あげるまでで。やっぱりみんなね、YouTuber っていうと、なんかすごく、なんか軽く見えるし、わかります、なんか流行りみたいな、もうすぐ廃れるでしょみたいな感じあるじゃないですか。あります。でも、本当に断言できるのは、もう皆さんすごくもうなんて商売ね、商売上邪魔なのかもしれないけど真面目だし、本当にその継続させることの力っていうのは見てても感覚するんで、本当に見習ってますもん。いやいや、すごいな。いや、だからこその勝間大河もうこれはいじるしかないでしょっていうね。ありがたいですね。もうそこはもう間違いない。これぐらいやっぱ理解していただいてるプロだと、もう本当にこういう話。いや、もう僕も本当にあの、これかなり悔しかったんで、練習して、やっぱラウンドの回数ですね、練習場よりもラウンド行かないと。その、
行き来かな、はい、だからラウンドに行かないと何を練習したらいいか、あ、そうなんですよ、だから練習場でやってることをラウンドに持ち越す、持っていくっていうのはもうほぼ無理な、いや本当にできないです、そうだからラウンドでやって、あ、これできなかったな、じゃあそれを潰すために今度練習場で練習するって、今日も朝あそこで練習しましたけど、うん、全然出ないです、うん、それはもう練習をそのままコースに持っていこうとする、コースを練習場に持って帰るっていうことの作業の方を逆に繰り返したら絶対プラスになると思って、ああいいこと聞きましたね、いやこれもう中井学プロのこれ会話の動画になりますよ、これもこれ一つの動画になっちゃいますよ、これすごいいいこと言いすぎて本当に、本当にそんなわけで、じゃあそんなわけでいただきますわ、ちょっとこんなベンチの上で申し訳ないですけど、この後ね、この後ね女子プロの方にみんな書いてもらって、はい、いただきます、いただきます、ちょっと太めです。そうか、そうか、そうか。おお。本当シンプルに。僕書籍。書籍のやつですよね。あの見たことあります。全部書籍のサインで。見たことあります。なんかね、もうね、なんかね、英語でピーンって書くのね、なんかよくあるでしょ。あります。あります、あります、あります。もうそこでしっかりとなんか。もう名前のごとくいいですね、本当にある意味シンメトリーなんで、ほぼなので、ありがとうございます、やせていただきます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、いやマジでこれこの動画だけにしますわ、あの女子プロの動画はまた別でちゃんと撮ります、じゃあ女子プロの皆さんぜひ協力してください、はい、ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。